皆さんこんにちは、ビーチテニスプレーヤーの柴山葵です。もうビーチテニスプレーヤーのくだりはいっか。ビーチテニス載せてないですもんね最近。今日はですね、コロキチにドッキリを仕掛けたいと思います。はい。で、何をするかと言いますと、じゃん。はい。待ちに待った回し車がやっとうちに届きました。なので今キチ寝ているので、その隙に、回し車を置いて、コロキチが起きて回し車を見たらどんな反応をするのか、仕掛けていきたいと思います。私が買った回し車を紹介したいと思います。じゃん、こちらです。とっても静かなハーモニーホイール。はい。で、サイズ迷ったんですけど、ゴールデンハムスターは21センチがいいよと言われて、21センチにしてみました。開けてみよう。じゃん、めっちゃ大きい。顔よりでかいね。じゃん、でかいです。あーですね。これに、水槽を買ったんでつける場所がないんですよね。なのでこうやって置いていきたいと思います。はい。では仕掛けていきたいと思います。よし。これまた気づかれてしまいました。コロキチ何度も起こしてごめんね。寝た。次は起きたいと思います。バレないように慎重に行ってきます。OK です。もうバレてもいい。コロキチ来ました。来てくれるまで待ってみようかと思います。コロキチだ。コロキチ、気づいてくれ。
私もあげよう。人参を見せたいと思います。え、起きてるの？寝てるの？これ来ていい？こう置いてあげるからね。歯車に乗せたいと思います。この辺ね、奥なるよ。ほら、こんなところにひまわりの種あるよ、黒吉。ということで今日のドッキリ終了しました。あんまりコロ吉走ってくれなかったんですけど、これから使ってくれれば嬉しいです。はい、そしてコロ吉の運動不足解消にもあればいいなと思います。はい、ということで、ドッキリ大成功でした。